サノクは、ポーランド南東部にある町。人口は2009年6月2日の時点で39,110人。小ポーランド地方の一部で、ルーシュ県、クロスの県を経て1998年からは、ポトカルパチェ県に属し、サノク軍の軍庁所在地でもある。旧市街は、山城の麓の山側のほとりに位置し、丘陵地には、 ウストジキドルネからバドビツェまで、ポーランド南部を340キロメートルにわたり、横断する国道28号線が通る。ポグセ丘陵の中心地で、標高は300メートルであるが、市内にも丘が数カ所ある。スバトプルク一世下のモラビア王国の最大半島、一部の境界線には議論の余地がある、ポーランド南東部、現在のポトカルパチェ県地方には、 有志以前から人類が住み着いていたが、先ローマ期からケルト、ゴート、バンダルなど様々な民族の侵略を受けてきた。ポーランド南東部の大部分を支配したローマ帝国が崩壊するとモラビア王国の支配下となったが、土着のレンディア人はハンガリーがモラビア王国の中心部に迫った899年頃にハンガリー王国への忠誠を誓った。遅くとも世紀には、 ポーランド、キエフ大公国、ハンガリーの三つどもへの派遣争いが起こった。現在の佐野区一帯の存落跡は9世紀にまで遡る。10世紀にスラブの城下町が設立され、当初は異教礼拝の中心地の役割を果たした。地名の由来は、はっきりしておらず、トレプチャとの間にあるファイカの家の要塞跡からケルトの遺物が発掘されていることから産は、 のケルト名から来たのではないかと多くの学者は見ているが、この要塞は早くとも9世紀の建造である。他には最初期の町もあったことから、キエフ風の装飾が施された古代の寺院や共同墓地の後、12世紀後半に活躍したキエフ大公、ルーリクロスティスラビチの2つの印象も見つかっている。サノクを平定したとされるハンガリー王。 ゲーザ二世聖教会の三位一体大聖堂の内部、キエフ大公国のウラジーミル一世がポーランドへ、赴いたいた981年に、その中継地として、初めて歴史上に登場した。その頃はクレナイルーシに属し、レンディア人が入植していた。1018年に、ポーランドが征服したが、1031年に、再びルーシ領になった。ルーシの年代記。 ヒッパティア年代期の1150年の項には、ハンガリー王、ゲーザ2世が山を越え、プシェムイシル一帯の村々や、総督モロトもサノクの要所を平定したとある。ヒッパティア年代期には1205年に、ルーシ王女アンナと、ハンガリー王がサノクで面会したこと、1231年に、ルーシ王女が、ハンガリーの玄関口、サノクに遠征したことが書かれている。 1339年に、ハール・イチ・ボルイーニ王国のボレスワ・フユーリー2世からマクデブルク法を賜ったが、翌年にポーランドをカジミエ主参世に征服された。ハール・イチ・ボルイーニ王国は1349年に滅亡。ポーランド王国下では、ルーシ県のサノク地区に属したが、基礎自治体としての権限は1366年4月25日に引き続き認められた。 自治体の簡易裁判所や佐野区畜全域を管轄する高等裁判所など、いくつかの裁判所が設立され、ドイツの都市法に基づき審理された。17世紀初頭にはハンガリーからウプク,クフ峠を通り、佐野区を経由して、ポーランドへ至る主要な交易路が開通した。1846年2月18日には、ガリツヤ大虐殺が発生。 第一次世界大戦では1915年5月から7月までロシア軍が止まり、甚大な被害が生じた。1900年の時点では6123人が暮らし、その57%がポーランド人37、37%がユダヤ人で第二次世界大戦までユダヤ人の割合は高かった。ウクライナ人の割合が高く、 1919年から1939年のポーランド第二共和国下ではガリツヤにおけるウクライナ民族主義の中心都市となった。1943年にはナチスドイツによって第 14SS 武装的弾兵士団と多くのウクライナ系武装新兵隊が創設されたが戦後はビスワ作戦によってウクライナ系レムコ系住民の大多数が 旧ドイツ東部領土やポーランド各地に強制送還された。レム個人の帰還は1989年になって始まった。サノク民族史野外博物館ビアワグラ地区にあるサノク民族史野外博物館ではスウェーデンのストックホルムにあるスカンセン野外博物館から移築されたこの地方の主要民族の1800年代の伝統家屋が展示されている。 人口の水位産業基盤は強固で、1932年創業のストミルサノクト1832年創業のオートさんの本社があり、駅から徒歩で20分、中心街から徒歩で15分のところにある。オートさんは大型バスやポーランド陸軍のキャビン、鉄道車両を製造している。パスグミベル家の工場や、国営のポーランド石油、天然ガス採掘の事業所もある。 市内で最も多くの人々が訪れるアダム、ミキエビッツ公立公園学校が数校と工業高校の分校が置かれている。中心街近くの上市には博物館があり、300体以上の優れた遺イコンが見られる。佐野区には様々なスポーツ施設が置かれており、地元民も観光客も多様なスポーツが楽しめる。その中でも最も大きいのは、 三川の河岸にある市民スポーツレクリエーションセンターで、スピードスケートのリンク、屋外、屋内のスイミングプール、ホテル、ツーリストホステル、キャンプ場、専門設備を備えた競技場などがある。中心地区にはもう一箇所、ホッケークラブの HC、佐野区が運営する、ホッケー仕様のアイスリンクがある。夏は、三川のほとりで、日光浴や水浴びを楽しめ、冬には、 近くのカルリクフのスキー場が稼働する。佐野くん、ストラホチナ道場、テディラバボウスカ。ありがとうございます。